リーナ先輩、そんなに見つめられると、その、なんだキリトも照れるのか。この程度では動じないかと思っていたが。先輩は俺を何だと思ってるんですか。すまん、半分冗談だよ。もう半分は本気だがな。こうしてお前と二人でいると言い知れないぬくもりを感じられるんだ。余計に照れくさいのでやめてください。仕方ない。さて本題に入るとしよう。お前の記憶の確認だったな。お手柔らかにお願いします。まだ始めたばかりだからな。分かっているよ。そうだな、印象が強いはずの記憶といえば、私がなぜお前をそば好き連士に指名したか覚えていないとは言わせないぞ。もちろん覚えてますよ。俺が先輩と同じ独自流派の使い手で、アインクラッド流の実戦を想定した動きがセルルト流のそれと同じものだったからですよね。ま、おおむね正しいな。それ以上は私も明言していないのだし、当然ではあるのだが。な、何か忘れてますか。あ、すみません。いいと言っているじゃないか。てっきり伝わっているものと思っていたこちらの落ち度さ。そんなこと言わないでくださいよ。先輩に申し訳が立たないじゃないですか。ちょっと待ってください、今思い出しますから。お前の剣筋に迷いがなかったことだよ。私と同じ独自流派を使うにもかかわらず、お前は正統流派の者たちにまるで引け目を感じていなかった。それは私からすれば不思議以外の何者でもなかった。故にお前の心が揺るがない理由を知りたかったのだ。それで俺をそば好き連士に指名したんですね。きちんと思い出せずすみません。私もはっきりとは伝えていなかったんだ。お前が謝る必要はないと言っているだろう。しかしそう考えると、私は初めてお前を見た時からお前の心の強さに惹かれていたのかもしれない。もちろん今は言わずもがなだがな。そんな、先輩にそこまで言われるほど俺は強くないですよ。そんなことはないさ。その強さが私を迷いから解き放ってくれたのだから。それに私を救ってくれたのは強さだけではないぞ。お前の心は強いだけではなく温かくもあった。お前は私の問題を自分のことのように考えてくれた。そしていつも励ましてくれたからな。当然です。俺にとってリーナ先輩は大切な人ですから。先輩が困っている時は力になりたかったんです。ああ、実際私は何度もキリトに救われたよ。アインクラッド流の進化を見せてもらったことも含めてな。そう言ってもらえて俺も嬉しいです。あの時お前が剣士としての全てを見せてくれたこと、本当に感謝している。だがそれでも私はまだキリトを全て知ることができていないのだろうな。リーナ先輩、こうして再びキリトに会うことができて私は幸せだ。だが私はそれだけでは満足できないんだ。もっとお前のぬくもりを感じ深く知りたいと思ってしまう。だからこれから教えてくれ、キリトという人間について。はい、ご期待に添えるか分かりませんが努力します。ああ、よろしく頼むぞ。